はい、ロータスラジオ始まります。この番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です。皆さん今日も楽しんでってね。直樹くん、はい、仏教のお経ってありますよね。お経、はい。仏教のお経って何冊あると思いますか？結構ある気がしますね。結構ある気がする。ちょっと視聴者の皆さんに言っておくと、今回から直樹くんは、予習なしです。はい、はい、マジで本当に今トークテーマを聞いてどういう流れになるかも全くわからない。はい、かなり新鮮に聞いてますね、はい、僕も。直樹さんの新鮮なリアクションをいただくために、はい、あえて予習をさせないというスタイルで、はい、今回から収録に臨んでいます。お経の数、ね、はい、お経の数です。それはもう今残ってる全てって考えていいですか？まあまあ、どの宗派とか、それ考えなくていい。仏教のお経トータルですね。うん、3000。3000。3000。うーん、どうかな。はい、答えは、はい、後ほど。後ほど。私もだんだんね、こなれてきたの、はい、引きを作る技術っていうのを学んできたので、はい、気になるな。みんなにお経の数はいくつなのかなっていうのを気になりながら聞いてもらいたいんで、はい、まあ、それも後から答え合わせしてくれると。後から答え合わせをします、はい。じゃあちょっと質問を変えます、うん、世界三大宗教って知ってますか？はい、仏教、他はキリスト教、キリスト教、もう一個はイスラム教。イスラム教、そうですね。これが世界三大宗教と言われています、はい、うん、じゃあキリスト教のお経は、キリスト教お経じゃないわ、キリスト教のバイブル、バイブル、聖書は何冊あると思いますか？一冊。はい、違うか、一冊ですね。まあ、冊っていうのは数え方は難しいよね。いろんな本があるからさ、はい、2冊に分かれたり3冊に分かれたりするんだけど、新約聖書ですね、キリスト教の、うんうん、それだけに限って今これは、私が持ってるのは講談社学術文庫ですけど、うん、この新約聖書、まあ分厚いですけどね、うん、何ページあるのかな、これページ数は859900ぐらいかな、うん、900ページぐらいで1冊で収まっちゃうんです。収まってる、はい。ただ聖書っていうのは、旧約聖書って聞いたことありますか？あります。うん。これはキリストの原稿録で新約聖書ですけども、うん、その前の、例えば、ダビデはおかしいな。あれ、ヨハネじゃなくて、ヤハウェじゃなくて、ユダヤの人たちなんですけど、ユダヤの民族で、まあ、預言者、キリストの以前にも、預言者って神の言葉を伝える、はい、預言者がいるんですけど、うん、エジプトからユダヤの民を率いて、こう海をバーンって割った人の名前が今出てこないんですよ。モーゼなんですか？モーゼです。そうです。モーゼかな。モーゼ。せないような。モーゼですかね。ゼかの、はい、濁るかちょっと、あやふやなんですけど、はい、まあ、モーゼの原稿録とかも、うん、旧約聖書に載ってるんですよね。それ何冊だと思いますか？旧約聖書。3? これが、私が持ってるのはこんだけ持ってます。ヨブ記、出エジプト記、創世記。で、もう一個のほら、これは旧約聖書、外典って言って、これは、なんていうの、正統派じゃないというか、うん、異端とは言わないんだけど、まあ、聖書っていう枠には入らないけども、はい、まあ、一応、準聖書みたいな位置づけなんだけど、私は3冊持ってて、はい、例えば、出エジプト記とかはあれだよね。モーセでした、やっぱり。うん、ゼシャ、ね。あ、本当、モーセですが書いてましたね。はい。モーセの原稿録が載ってるし、創世記っていうのは神様がどうやってこの世界を作ったかっていうのが書いてあるんだけど、これが何冊あるんだ？岩波文庫で4冊らしいです。4冊。うん、へぇ、新約聖書とセットで5冊本で売ってるみたいですね。うんうんうん、だからまあ文庫、まあこれ分厚いけど、これがまあ1、2、3、4、5あれば、キリスト教のバイブル、お経、聖書は。で、もう網羅できる。収まると。収まる。はい。じゃあ続きまして、世界三大宗教の3つ目、何でした？イスラム教。イスラム教の、まあ、聖書、バイブルというか、はい、イスラム教の聖典は何という名前でしょうか？何しっけ？コーラン？ああ、いいですね。よかった。予習がないのに。まあ、その辺は。と世界史で勉強したと。その辺は世界史だ。日本史弱いですけど、世界史で。世界史は強いんですね。はい。はい、まあ、コーラン、またはクルアーンとか言いますけど、クルアーン、はい、コーラン何冊だと思いますか？コーラン。
1。これも。はい。まあ、これも数え方ですけど、はい、まあ、聖書が言わない文庫だったんで、コーラン、言わない文庫は出てます。上、中、下の3冊。3冊ございます。これは井筒俊彦先生という、もう本当にこう、うん、このレジェンドですね、うん。なぜか日本人なのにイスラム教徒代表として、ヨーロッパの会議に出たという伝説の男。はい。めちゃめちゃすごいです。もう10カ国語は操れて、もう禅にも系統、造形深いし、もうめちゃ、思想界のレジェンドですね。すごい。この人が、訳したコーラン、はい、もう超名訳と呼ばれてるんで、うん、ぜひ読んでほしいんですけど、コーランは3冊です。3冊。はい。まあ、これに加えて、旧約聖書、さっき言った、旧約聖書もイスラム教の聖典に入るので、まあ、プラス4冊。プラス4冊。でもうちょっと加えるとしたら、ハディースっていうのがあるんでね。ハディース。はい、預言者原稿録っていうんですけど、うん、まあ、預言者ムハンマドの、はい、言ったことを、行ったことを記している原稿録っていうのが一応聖典扱いされてるんだけど、うん、それが6冊中高無効で出てるのかな。うん、ですんで、まあ、3プラス6プラス4ぐらいか。うんうんうん、15冊ぐらい。うん。だから、キリスト教の聖書よりはちょっと長いかなというか、うんうん、まあ、多いかなという感じがします。はい。じゃあ、続きまして、小説。小説？ギネスで世界一長い小説ってのは何冊あると思いますか？ギネス認定されてる世界一長い。200ね。200? 多分ね、シリーズものとか言ったらそうなんだよね。ラノベとか異常に長いでしょ。ああ、なんか長いイメージありますね。うん。なんとか宇宙戦争とか、はいはい、ああいうのになってくるとめちゃめちゃ長くなって、はい、シリーズものだと長いんですけど、うん、単一の小説、一本の小説で、世界一っていうのがあるんですよ。うん、それは、そんな200もいかないです。それも、実はこれなんですよね。これ今日持ってきましたけど、はい。マルセル・プルースト、失われた時を求めて。はい、世界史で勉強しました？わかんない。初めて聞きましょう。はい。フランスの小説ですね。へぇ、これが世界一長い。世界一長い、20世紀に書かれた小説でギネス認定されてて、正確にはね、もっと長い小説あると思うんだけど、なんか調べたらこれが世界認定されてて、これはめちゃくちゃ有名というか、もう、まあ、ロシアで言ったらドストエフスキーとかトルストイに並ぶように、フランスではこのマルセル・プルーストっていうのは非常に有名で権威もあって、まあ研究者も、私の友達なんかも京都大学で研究してますけど、このちょっとかっこよく言うとアラフシェフシュ・デュトンペフって言うんですけどね、失われた時を求めます。フランス語。はい。フランス語です。これね、全、これ3巻あるんだけど、はい、これは私が3巻で諦めたって意味です。え？ 3巻で、もっと長いです。3巻で挫折したって意味です。何巻あるかっていうと、これがね、何巻だな。960万9000字。え？あ、びっくりした。かんごと思った。960万巻じゃない。960万9000字は岩波文庫だと全14冊。14冊。はい。これが14冊あります。長い。はい。めちゃめちゃ長いですね。でしかも別に、なんかストーリーがそうあるわけではないので。え、そうなんですか？うん。この一巻とか、ほとんど何年書いてるんですか？ほとんど太いですけど、マドレーヌの話してますね。マドレーヌ？おかしい。はい。いや、よくわかんないですけどね。いやいや。だったら長くなったんじゃないですか？なんか、ね、なんか夢見心地で、こう、ブラブラしてたら、昔のことを思い出して、はい、あ、違うな。夢見、こう、紅茶にマドレーヌをつけるのが好きだったんですね、この人はね、この主人公が。はい、で、マドレーヌに紅茶をつけ、紅茶にマドレーヌをつけてこう食べたら、うんうん、あ、昔こんなことしてたなって、これ回想シーンが始まって、はい、まあ、それだけでこの一家の半分ぐらいでいくっていう、こう、はい。純文学です。まあ面白いけどね。そうなんですか。この兄弟。まあ面白そうな、なと思っちゃう。いやいや、もう世界文学です。これ、兄弟のその研究者の人に言わせると、はい、1巻と最終巻だけ読んだらまあいいかな。あ、そうなんですか。私はこの、ちくま文庫で読んでたんだけど、はい、まあ3巻で挫折しました。はい、なるほど。だから3巻がまだ、ね、3巻までしかないです。なるほど。ちなみに日本でも、日本で一番長い小説は徳川家康っていう、山岡宗八の、歴史小説。で、これはね、26巻あるんだよね。これもあるんだけど、うちに、本棚1個閉めてますね。徳川家康、徳川家康、徳川家康って言って並んでますね。そうですね、読んだんですか？僕、これは、その、父かおじいちゃんが買ってた。ああ、そうですね。これはさすがに読んでない。読んでない。はい。長いっすね。はい。じゃあですよ。はい。
ここで戻ります。はい。今、キリスト教の聖書、イスラム教のコーラン、うん、あるいは世界史長い小説ってこう見てきました。うん、まあ大体15とか、うん、10いくつとかね、はい、まあ10いかないとか、はい、ぐらいでしたけど、仏教の経典っていうのはこれより多いと思いますか？多い。多い。はい。そうですが。はい。じゃあ正解を発表したいと思うんですけど、はい、正解は多分言うよりも、百聞は一見にしかずと言いますから、うん、はい、きっと見ていただいた方が分かりやすいと思います。はい。ちょっと私ここで失礼して、はい。仏教の、はい、ブッダの言葉をちょっと持ってこようと思うので、はい。ちょっとお待ちいただいていいですか？はい。じゃあちょっと失礼しますよ。これが、なんか実家から届く仕送りみたいな。え？まだ終わんない。まだ終わんないんですか？え？これちょっと、スペース。重ねる？重ねます。どっちの方が。これでいいんじゃないですか？これ全部ですか？全部ですね。これ箱写したいんだけど。あ、はい。ブッダの言葉運んできました。ダンボール2箱分。直樹さんが、映らなくなってるぐらいの勢いですね。はい。これも1個見えてると思うんだけど、この下これが、さらに、うおーもう1個重いもう1個もう1個あるんですよ。やばいっすね。はい。これまあさっきも言いましたけど、実家からの仕送りこんな感じで届きますもんね。野菜が入ってるんですか？野菜とか、なんかお菓子とか、なんかその他生活用品とか運ばれてるのが、ケースに1回ぐらい届くんですけど、はい、毎回これぐらい届くんで、あ、じゃあ、実家からの仕送りレベルで、これから困ってる。ブッダの聖典届けましょうかな。いや、届けてほしい。ブッダの聖典、季節ごとにブッダの聖典届けてほしい、それは個人的には。はい。やばいですね。やばいでしょ。え、これ全てですか？全てです。これが全ての仏教の経典。ああ、正確に言うとこれは、南伝大蔵経って言うんですよね。南伝大蔵経。南から伝わった大蔵経って言うんですよ。つまりこれは南の、仏教。スリランカとかタイとか、ミャンマーとか、なるほど、あの辺で使われてる仏典を、日本語訳したもの。日本語訳にしたもの。なんですよね。だから元々はパーリ語という、まあ、お釈迦様の時代から使われてた言語と呼ばれる、サンスクリット語みたいなね、うんうん、で残ってるものの経典ですね。なるほど。じゃあ今の日本の仏教の経典とかではない？あれと被ってる部分もあるけど、まあ、基本的には日本のは大乗仏教。大乗仏教。こっちは、まあ、悪い言い方ですれば小乗仏教、うん、あるいは上座部仏教、テーラワード仏教。まあ、今の瞑想、マインドフルネスというのはこのテーラワード仏教から来てて、うん、このロータスラジオでは基本的にインドの原点の言葉で仏教とかマインドフルネスを紹介してるんで、うん、まあ、我々の感覚からするとこれがまあ、仏教の経典、経典、しかも古くから残ってる、残ってる、お釈迦様に近いお言葉なんですよね。なるほど。はい、じゃあその南伝の仏教のすべてのお経が今ここに、すべてのお経が今ここに。おお、これはテンション上がりますね。今ここにあるんです。これはやばいですね。はい。これはテンション上がります。これはもう僕が狂気。最近手に入ったんですよ。え？あ、そうなの？持ってなかったんですよ。あ、持ってなかったんですか？うん、ちょっとこれも話そうと思うんだけど、はい、まあまあ、まずは、さて。やばいですね。これは聖書は、聖書は、まあこんなもんで、聖書は、まあ、はい、5冊か10冊ぐらいです。うん、コーランは、3冊です。3冊。じゃあ、この直樹くんの、仕送りに匹敵する、段ボール2箱、何冊だと思いますか？一箱に2、3、5、10、50。ああ、いい線いきましたね。はい。これはですね、全65巻。70冊。ちなみに、僕これだけ持ってたんですよね。この、まあ、大川出版っていう、大川出版から出てるんだけど、この一冊だけ持ってたんですよ。これ何かっていうと、南伝大蔵経総目録。つまり、目次なんです。目次？え、目次だけが分離して出てるんですか？目次で一冊。やば。目次だけが分離してる本ってやばいですね。僕、この目次だけ見て、わーとか言ってましたから。あ、そうなんだ。それがここにあったら、もう余計に。そうなんですよ。テンションめっちゃ高まるじゃないですか。目次で興奮できる人ですから。いやー、変態ですね。はい。本物が来ましたね。めっちゃいいですね。
目次だけで600何ページある？目次だけでですか？はい、これやばいっすね。目次だけで612ページ。やば。ちょすごい。仏教、ブッダ喋りすぎだろっていう、ね。喋りすぎっすね。すごくない？こんな喋ってたんですか？イエス・キリストとか。あれで収まるのに。はい。ムハンマドに。超えてんじゃないですか？目次といい勝負じゃないですか？目次といい勝負。新約聖書。はい。はい。まあ、ブッダはね、八幡四川の訪問っていうように、あのいろんな人に合わせて、うん、時と場所、はい、TPO に合わせて、はい、いろんな教えをフレキシブルに解いていったんで、うん、まあ、それでなんかこう、教えがまあ一貫してないというか、うん、あのいろんな場面の教えとかあるんで、はい、それでどんどん増殖しちゃった面があって、このキリストもムハンマドも基本神様の言葉を写し取った、神様から聞いた言葉を私は言ってるだけで、うん、別に自分が教えを広めてるっていう感じじゃないんですよね。なるほど。だからもう固定してもう動かないんだよね、うん、神の言葉だから、うん、神がこう言ってたんだって言ってるだけ、うん、なるほど。でブッダは自分の言葉で、うん、自分で言ってるので、うん、表現とかがどんどん変わって、ね、生涯とともにどんどん増殖していくっていう傾向があるんで、はいはい、こういうことになっちゃった。それだけ偉いことになってると。もう一個面白い、ここで気になるのは、はい、お値段。値段はい、気になるでしょ。僕がなんでこれ一冊しか持ってなかったってことは、あ、めちゃ高いことですか。ちなみにこの目次はいくらだと思いますか。でもその分量ですね、3000ぐらいですか。目次は大倉出版定価本体6000。いやいやいや、超おかしいおかしい。なんで目次だけで6000円するんですか。目次で6000。なんで目次で6000円するんですか。いや、目次6000円ですよね、はい。まあ、目次は中身ってことですよね。中身ですね。1冊あたりって考えるとそれ以上価格がある気がするな、はい、全65巻70冊ですね。1万円とかですか1冊。まあそこはね、あのご想像にお任せしますけど、どのくらいだと思いますかね、はい、まあ読む人が少ないからね、正直目次で喜ぶ人そんなにいないですから、まあ、6000円になっちゃうということはありますけども。なるほど。ただ値段気になるな。まあ、ブッダの教えをみんな読みたいって人は課金しなきゃいけないですけど、はい、まあ、この課金はいくらかなっていう。まあ、予想としては1冊1万計算だとして、かけ65ですか、はい、65万。65万。そんなことはしないですね。さすがに。さすがに。さすがにないですか。さすがにないですね。あ、さすがに。じゃあ、ブッダの言葉なんて。え、もっと安い。高い。安いですか。安いです。安い。びっくりした。安いです。安いです。じゃあまあ、さっき言ったように3000ぐらい。だとしてかけ65、うん、だとすると、うん、いくらぐらいですか。まあ、70冊。20万ぐらい。約20万ちょいぐらいですか。いくらですか。正解は32万9000円プラスで。おお。テレビショップにしたいですね。32万。32万9000円です。で、あ、65冊ですね。60、いや70冊ですね。聖書とかさ、はい、ホテルに置いてあるし。あ、置いてますね。時々聖書配りに来る人いるし。確かに、ね、ただで手に入るのに。確かに。なぜか、なんでこんな高いんですか。高いんだよね。みんな仏教のあんまり経典読まないんだよね、多分ね。まあ、こんだけありゃそうですね、うん。まあ基本はね、あの般若心経だけ読んでたら満足したり、あ、まあ、あとは瞑想実践とかのが大事だから、うん、まああんまりこのなんていうのかな、教えの経典の宗教って感じじゃないんだろうね。うん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 。まあ、でも本気で学びたかった。32万9000円。いや、僕買いたいですもん。買いたいですか？買いたいです。これ僕も買いたかったんですよ。ずっと欲しかったんですよ。手に入らないものなんですか？いや、手に入るんだけど、32万9000円を、はい。出すか出さない。と思って、課金しようかなと思って。あ、で、まあ私も博士課程にいるんで、うん、そろそろ課金しようかなと思って。なるほど。で、あの、研究の補助金とか出るんで、はい、まあ5万ぐらいですけど、はい、まあ5万で足出た分自分で払ってって思ってたんですよ。うん、まあ、中古もあるしね。あ、中古だと15万ぐらいからあるんで、うん、それでもいいかなと思ってたんで、うん、買おうかなと思って、私の先生に相談したんですよ、はい、ちょっと今回は研究費を使って大蔵経、南伝大蔵経をいよいよ買おうかなと思うんですって言ったら、うん、なんとですよ、先生はあげようかって。え、やば。えって思って、はい、え、本当ですかみたいな、はい、32万9000ですよ。あげようか。すごいですね。すごいでしょ。はい、神ですよね。やばい。
あの、まあ、研究室にも、大学の研究室もあるんですよ。あ、この何年代増強は。うんうんうん、で、先生は別にあの、お寺に住んでるわけじゃないから、うんうんうん、正直場所がないと。あの、うん、もう体感もそんなに遠くないから、うん、もし体感したら自分の本っていうの全部家に持って帰らなきゃいけなくて、うん、で、まあ、これなんで、本棚一個いっちゃうんで、確かに。ちょっとなっていうか、まあ、置くとこないし、あの、まあ、大学来たらあるから、はい、いいよって言われて。あ、もともとこの先生は家に持ってたんですか？まあ研究室にあったんですね。あ、先生の大学の研究室に置いてた。研究室だったんですよ。で、本当ですかって。はい、一生ついてきますよ。安い男ですよ。32万9000円。金に。本当ですかみたいな。もうね、一生先生のこと尊敬し続けないといけないと。いや、それすごい。めっちゃいいっすね。羨ましいっす。いや、もう本当にこれ、ペイフォワードの精神だよね。あ、恩送りって言うんだけど、なるほど、あの、あ、恩を送られて、もう返そうと。うん、別にその先生に返してもあるけど、やっぱりこの仏教研究とか仏教の教えを広めてほしいっていう意味も込めて、いただけたと思うんで、あの、決意しました。なるほど。あの、私は一生かけて、この仏教の教えを皆さんに、面白く分かりやすくお伝えし、仏教研究もまた、うん、あの、広めていくという決意、うん、ありがとうございます。新たにいたしました。素晴らしいエピソードですね。素晴らしいですよ。すごい。本当に、本当にあの、いいですね、本当に先生ありがとうございました。ありがとうございます。今回のテーマはもうまさにこれですよ。これ。はい。仏教の経、南伝大蔵経を紹介していきたいと思います。で、あの、さっき稲尾君も言ってたと思うんだけど、はい、これは南伝なんだよね。大乗仏教じゃないんだよね。はい、大乗仏教にもこういうのがあるんだよ。あ、同じように。うん。これ南伝のすべて。南伝のすべて。南伝のすべて。北伝のすべてもあるんですか？北伝は、え、こんなのが一冊ですね。あ、ここにすべて収まってるんですか？大正真宗大蔵経、十巻華厳部って言われてる。大正大蔵経。大正真宗、大正真宗大蔵経ですね。大蔵経。はい。大正時代に作ったんですよ。あ、なるほど。ちなみにこれは全部漢文です。こんなやつ。うわぁ。やばいでしょ。これが、南伝大蔵経はこれが一冊です。北伝はこれが一冊です。え、これが全てですか？全てじゃないですよ。なわけないでしょ。なわけないですよね。なわけないでしょ。え、これは何ですか、じゃあ。南伝大蔵経が、この段ボール2箱です。はい。これが北伝大蔵経のこれ一冊です。あ、そういうことですか？はい。じゃあかけるこれも何十何十でしょう。これは、大蔵経はとりあえず長いです。も、はい、ちょっともっと長いです。はい。だって、これプラス中国でできたお経とか、その後に作ったお経とかも増えてくるんで、うん、どん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 増殖していったんです。ですよね。はい。何巻だと思いますか？これ。でも北、何伝より絶対多いと思うんですよね。はい。何伝が絶対何伝65巻から70冊、ね、多分その3倍ぐらいあるんじゃないかな。だから、7200冊ぐらいですかね。はい。まあこれ漢文、あのこっちは日本語で書かれてるんですね、うんうん、あのちなみにこれパーリ語だと、ごめんなさい、何伝大蔵経の方、はい、これは、もう翻訳されてるんですね、うんうん、でもう一個、パーリ語でちゃんと整理されたものがあって、うん、はい、それはロンドンから出てるんですね。まあ、タイでも出てるんだけど、まあ、一番よく使うのはロンドンから出てる、PTS 版と、リス・デイビスさんが作った。おこのラジオの聞いてた人はもしかしたら分かるかもしれない。あのリス・デイビスさんが作った、パーリ・テクスト・ソサイティのテキストになって、それは、全55冊。1490ポンド。ん、日本円で22万8000円で。ああ、で、販売される。うん、だこれが70冊、日本語だから70冊になってるんだけど。ああ、伸びてるってことですね、うんうん、日本語。パーリ語だと55冊ぐらいで収まるんですよね、うん、アルファベットだと。なるほど。で、こっちはね、全部漢文なんです、うん。で、これを訳したやつもあるんですね。そうするともっと長くなるんだけど。ってことですよね。はい。これは、まあ、前回お見せしたクシャロンとかはこれを訳したやつなんだけど、うん、まあ、漢文です。漢文でこれが何冊かっていうと、直樹君の回答は200。200。はい。じゃあ、ウィキペディアに書いてあったんで、読み上げます。はい。17字詰め、29行3段組。ぎっしりですよね。3段組になってるんですね、これ。ああ、今、これの話です、ね。はい。これの仕様の話ですね。これの仕様の話です。はい。各巻平均1000ページ。これ1000ページあるんですね。はいはいはい。それが、中国書伝が55巻。
日本戦術が30巻。で、別巻15巻の、図録付きの全100巻。100巻はい。これ100巻です。全部巻と。これがさらにこういうふうに日本語訳にされたらってなったらもっと。あ、200ぐらい。何冊だったかな。国訳大蔵経もうちにあるって。やばい。あれは多分ひいおじいちゃん、おじいちゃんがひいおじいちゃんの時代に買ったと思う。名大正か昭和初期のやつがうちにあるんで、うん、まあ、それがうちの本棚をまあ1個丸々占めてますね。はあ、すごい。そうなんですよ。へえ。で、これを気になるのがお値段。お値段。これめっちゃ高いんじゃない？大丈夫。かっこいいの、金色ですか？目口で6000ですよね。それこそ1万ぐらいするんじゃないですか？1万ぐらいすると。はい、じゃあそれが100巻。え？ 100 万？甘いね。甘いですか？甘いですね。はい。全100巻で、はい、本体価格150万円。税込165万円。165万。はい。これちょっと引くでしょ？これはちょっとやばいですかね。財産ですね。はい。でもこれはね、買わなくていいんです。買わなくていいんですか？これはネットでね、公開されてるんです。あ、全部。テキストデータベースになってますよ。誰が公開してるんですか？この出版社じゃなくて、東大、大学が、作ってたはず、確か。東京大学が作ってたと思いますけど、もう版権が切れてるんで、こっちは。あ、公開されてるってことですか？公開されてる、ネット上に。じゃあ、僕が調べれば、うん、この、北電の大蔵経に関しては全てアクセス。そう、大蔵経テクストデータベースっていうのが、うん、SAT って言うんですけど、そこで公開されてるので、まあ、リンクも後で、はい、紹介ページに貼っときますけど、まあ、研究者等々はそこで見て、まあ、検索もできるんで、うん、自分が必要な情報を持ってきて。検索もできるんですか？検索できる。これの何かの何行目のどこに書いてあるかとかも書いてある。へぇ、便利、はい。めっちゃ便利なんですよね。で、南電の方も、パーリ語は公開されてるんですよね。んーパーリ語の方は、ビパッサナインスティチュートっていうところが、ご縁化式ビパッサナ、はいはい、機関、うん、団体が、うん、ネット公開してるんですよ、ね。パーリ語は。はい。パーリ語なんですね。パーリ語だけですか？パーリ語は。英語も結構公開されてる。日本語はされてない。だから欲しかったんだね。なるほど。じゃあ、めちゃめちゃ貴重じゃないですか？めちゃめちゃ、まあ、買えるけど、めちゃめちゃ貴重というか、ネットでは手に入らない情報があるんで、欲しかったんですよ。欲しかったんですよね。はい、これは、これを今回はテーマにやっていきたいんです。ちなみに質問していいですか？はい。お経ってその前も聞いた律とかもあるわけです、うん、これは律は含まれないんですか？含まれます。含まれてる全経典です。経律、はい、のみ。いや他にもあります。論なかったです。かわいいですね。これについては次回詳しく紹介したいと思いますので、はい、ぜひ続きもお楽しみにくださいませ。お願いします。ロータスラジオ、今回もご視聴ありがとうございます。この番組では仏教やマインドフルネスを面白おかしくお伝えしています。内容には諸説あり、厳密な交渉は行っておりません。ご了承の上お聞きください。